それでは今回もとあるライフを遊んでいきたいと思います。今回はレードベリー派と、エクストリームのこちらの、2つの、初見攻略動画ですね、こちらを、共有させていただきます。でどちらもこちらのホーム画面のレールが見事ですね、こちらのキャラ初期からいるんですけども、現役でバリバリ、強いキャラになっております。でこちらのキャラをメインアタッカーに据えて、攻略していきましたので、実際その動画をご覧ください。一緒に行こう。俺の出番ってやつ、はい、お願いしますよ。この場はすべて殲滅して構いませんか。了解。支援よろしい。バックアップは任せてください。こいつはどうだ。この程度で私に張り合おうなんて、笑わせないでくれる？本気で行かせてもらおうか。こいつはどうだ。こいつはどうだ。シュートは任せてくださいな。こいつはどうだ。こいつはどうだ。ここでレッサー選手のスキルが炸裂。やった。こいつはどうだ。こいつはどうだ。こいつはどうだ。選手交代よろしくです。きよし、この夜にお姉さんが登場。さて何をするでしょう。それ。合わせる気はないか。こいつはどうだ。こいつはどうだ。かっこに乗れ。私を誰だと思ってんの。この場はすべて殲滅して構いませんか。これで行こうかしら。私たちも行きますわよ。機内をお送りいたします。
ち。殲滅許可を要求します。これでゲームオーバーよ。こいつはどうだ、こいつはどうだ。今回の動画はこちらで以上となりますが、皆様いかがでしたでしょうか。今回の、ベリハの動画ですね、あちらは、工場と配布キャラで一応、4ターンでクリアできましたので、ぜひ参考にして、していただければと、思います。でエクストリームの方なんですけど、あっちは結構感覚的に、編成組んだところもあって、物理パが3ターン目、4ターン目、5ターン目とかですかね、その辺で、どう動こうかなとか、ちょっと無駄が多いなとか、そういうのを感じましたので、前も伊能染めにして両方、デバフとバフしっかり入れて、きっちり殴っていく、まあ、そういった、編成考えて望んでいけば、もうちょっと伸ばせるかなとか、こうイメージは湧いてます。ただそれがうまくいくかっていうのはやっぱ試してみないと分かんないんで、これから、どんどんいろんな編成試して、もう少し、点数を、上げていく努力をやってまいります。まあただいかんせん、あのね、クリバフが強いので、正月巫女とか、あとデバフもあの必殺ミーシャ使う時なんかそうなんですけど、雪の上院さんとかですね、ああいったキャラも非常に、有効なんですけども、私あの持ってないので、これをなしで、まあ300万いけるかな250? なんかちょっと弱気になってきましたけど、まあ目標は高く300万目指して、もうちょっと前半やれることあると思いますんで、そちら改善してスコアをどんどん上げていきたいと思います。それではご視聴いただき、ありがとうございました。